リンゴルフがエステサロンとコラボしました。お、びっくりした。すごい腹筋が上がった時の高さになって、うん、筋つくな。鍛えられてる感じすごいあるよね。うん、めっちゃ楽。でもしんどい思いしながらトレーニングしてるのに。なんで腹筋ついたらね、10ヤード、20ヤード、飛距離も伸びると思う。距離アップに。概要欄に URL 貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、今回はゆいちゃんのレッスンでーす。はい、場所はですね、マイゴルフレンジさん。今回は赤坂の方にお邪魔してます。はい、いつもありがとうございます。はい、じゃあゆいちゃん、今回のレッスンは何でしょうか。今日はユーティリティの打ち方について。お、ユーティリティ、はい、よく使う、まあ、最近特にめっちゃ多いです、うん、昔はなかったんだけど。あ、そうなんだ。ユーティリティこんなにいっぱいなかったというほどの感じかもしれないけど、私が小学生、中学生の時はユーティリティは持ってなかった、うん、あ、そうなんだ、うん、ウッド、フェアウェイウッド、うん、ウッドダイアンとドライバーだけみたいな、うん、まあ、でもね、ユーティリティ使えるとスコア上がるっていうんで、はい、ぜひちょっとゆいちゃんにユーティリティの打ち方教えてもらいたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあユーティリティ、うん、ユーティリティはそもそもアイアン、ロングアイアンを楽に打つために生まれたクラブ。なのでよくユーティリティって打ち方的にフェアウェイウッドとアイアンどっちに似てますかよく聞かれるんだけど、うんうん、イメージ的に言うとアイアン、うん、ウッドじゃない、うん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 、でこれってアイアンで例えば5番アイアンとか4番アイアンの人は多分25度とかのユーティリティを使う、うん、7番ユーティリティのを使うと思うんだけど、アイアンと同じぐらい振らなくてもそれぐらい飛びますよっていうクラブ。なるほど。だから UTT をものすごい頑張って振っちゃう人がめっちゃ多いんやけど、うんうん、この作り的にそもそもそんなことしなくても楽に打てるクラブ、うん、芯も広くて当たりやすくて、うん、でアイアンよりもミスした時もちゃんと前に飛ぶ。うん、だからよく UTT 打てないんですけどなんでですかって言われる人で一番多いのは単純に振りすぎ。あ、飛ばると思って打っちゃうのかな。そうそうそう、別にそんなことしなくてもコンパクトなスイングで飛ぶ仕組みになってるクラブだから、うん、そこまで力まなくてもいいっていう。なるほど。ドライバーのような気持ちになっちゃってるのかなとか、まあやっぱこうみんな飛ばしたい飛ばしたいっていう気持ちが先行しすぎて、うん、こう振りすぎちゃうのかもしれないですけど、ユーティリティほどそんなに振りすぎなくても大丈夫。で、ユーティリティ、あと、まあ、ウッド、これフェアウェイウッドも限らず、まあ、ドライバーの元もいるかなって感じだけど、打ち上げちゃう人が結構多くて、ボールに対して、こういう気持ちで打っちゃう、うん、上げようとしちゃうってことね。そうそうそう、なので、ざっくりしちゃうとかダフっちゃうっていう人も、うんうん、だけどこれどっちかっていうとアイアンと同じように打ってほしいんで、うんうん、ウッドとかみたいに払い打つっていうよりかはイメージ的に言うとダウンブローっていう方が、確かにそうだね、こういう感じ、今ウッドと同じように払い打ったっていうよりかは、うんうん、アイアンとして打ち込むみたいなね。っていうのが。なるほど。なのでポイント的に言うと本当に振りすぎない、コンパクトに打つっていうのと、アイアンと同じイメージダウンブロー。うん。でもう一つボールの位置、はい、よく聞かれるんやけど、アイアンより、まあ、気持ちボール1個分、アイアンが大体これぐらいかな。うん。気持ちボール1個分くらいは左に置いてください。なるほど。だからロングアイアンの代わりなので、うん、3番アイアンを打つときに真ん中で動かれたら置かない、うん、だからやっぱり左に左打ったよりかは右だけど真ん中ではない、うんうん、気持ち本当に左ちょっと左っていう感じです。はい、はい、分かりました。じゃあユーティリティに私は3番見てるから19、22、25です。アイアンはもう6番アイアンまでうんうんうん、すごい簡単に振れるんで、打てるようになるとかなり楽かな。フェアウ
上の番手のユーティリティで言えばいいし、確かに 4番ユーティリティまであるか、3番とかもある、3もあるんだ今。へえ、そうだね、3番ユーティリティもある。あ、そうなんだね。へえ、それからさっき言ったみたいに19とか21とかっていう感じで角度、これ5番ユーティリティにすると、そうだね、私も25だと、なんで結構これで内訳ができたらかなりダウンしやすく簡単に飛ばせるようになると思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで皆さんユーティリティの打ち方、分かりましたか？はい分かってもらえたかな、分かってもらえたかなユーティリティをうまく使ってスコアアップ皆さん目指してください。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは次回の動画もお楽しみに。